終末は間もなく成就する。パラダイスロスト、これが最後の決戦だ。エスパー、不用品が得意点もろとも排除してくれる。キスがいい。うまくかわさねえと。耐えたか。だがこの程度で対等になった面をするな。ルシフェル様の力を使っておいて。貴様、まだ奴の力の底が見えない。一瞬たりとも気を抜くな。どこまで止まる。ミッドを知るぞ。しっと決めるぞ。逃がしゃしねえ。ずいぶんド派手に決めたな。他にやり方を知らないだけだ。力は踏ん張ってわけ。次隙見せたらぶち込んでやら。力の差を教えてやる。させるか。うるさいな。少し黙っている。サガルバーさん、俺のことはいい。今は戦いに集中を。床の魔法陣は一体何なんだ。嫌な予感がするぜ。そうですね、どうにかして消していけないでしょうか。でも足も出ねえ。あの結界が攻撃を無効化しているのだろう。一歩耐える時か。その命に何の意味が。大変ってこのもん出しやがった。今度はどうすりゃいいんだ。これは四大元素の力か。何をしようとしている。まずいことが起きそうだ。あの羽を破壊できないだろうか。地に打ち震えろ。奴の剣だ。剣を破壊しろ。すべて滅ぼす。この光を。この攻撃は必ず止めなければ。全員の最大の攻撃を叩き込めないだろうか。最大の攻撃、奥義ってことだな。終わりだ。おいで、逃がしゃしねえで。DR で勝とうぜ。逃がすか。セーター、うん、あたしがプロミネーズタイム。サンダルフォン、すべての最悪に終止符を。アインサフロール。ディアストロフィズム。チームワークは決めてやったわ。今全てを滅ぼそう。願いを、約束を、俺は守る。パラダイスロスト、パラダイスロスト。さあ最終決戦だ。よし、やってやろうぜ。任せておけ。こちらが優勢だ。攻撃の手を緩めんな。壁となれ。速やか、これが俺たちの力だ。まだ
相当の位置共鳴とは言えんな。ヤズメ、ルシフェル様の肉体の力を暴走させているのか。とてつもない力です。圧倒的すぎる。だが反撃の機会は訪れるはずだ。はいとかせ。場所にとどまるのは危険だ。分散し動き続けてくれ。砕けて死ね。不用品に得意点
摂理に沿わぬ竜と少女か。決定要因は明白だな。あまりにイレギュラーが過ぎる。